2023年6月22日、ヘルソン州においてロシア側が州知事として任命した行政トップである、サリド氏がウクライナ南部のエルソン州とクリミア半島北部をつなぐチョンハル橋が、ミサイル攻撃を受けて通行不能になったとして SNS に投稿したよ。SNS ではサリド氏が撮影したとされる、損傷したチョンガル橋と見られる画像が公開され、その画像からは橋の舗装1箇所に大きな穴が開いているものの、橋桁などには影響がない程度の損傷と見られ、数日あれば修復可能ではないかとの見方があるが、通行再開のめどについては触れられていないな。さて今回は、クリミア半島とエルソン州をつなぐ橋が損傷し、ロシア軍の補給に影響が出ている件について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。クリミア半島ではここ数ヶ月間各地でドローンによると見られる攻撃が相次いでいたんだけど、サリド氏は投稿の中でチョンワル橋の攻撃にはウクライナがイギリスから供与を受けた空対地巡航ミサイル、ストームシャドウが使用されたとして、民間インフラに対する攻撃であるとしてウクライナ軍の攻撃を野蛮な攻撃だとして非難していたよ。これに対してウクライナ側ではウクライナ軍南部方面部隊のグメニュク報道官が同日に、我々は民間インフラを攻撃したのではなく、ロシア軍の兵站補給路を破壊しているとして、クリミア半島のロシア軍への兵站補給路を断ち切り、戦力を補充する可能性を奪うことは今後の展開において非常に重要な戦略であると述べて、橋を攻撃したのがウクライナ軍であることを事実上認めたコメントを発したとして、ウクライナメディアが伝えたんだ。実際にクリミア半島とヘルソン州との間には、西側のアルミャンスクを通る幹線道路 E7 と、東側のプレドモストノエやメドベジェフカを通る幹線道路 E105 の2本があるが、今回攻撃を受けたチョンハル橋は東側の E105 のチョンガル運河に架かる橋であり、現時点でクリミア半島への補給は西側の E7 から実施することが可能だぜ。また、鉄道路線も健在で、アルミャンスクからペレコープ地境を経てヘルソン州へつながる路線と、同半島北東部にあるジャンコイから不快の鉄道橋梁を渡ってザリージャ州のメリトポリまで通じている路線があり、これらはこれまでのところ攻撃を受けていないため、現時点ではヘルソン州とクリミア半島の間の物流に大きな問題はないと見られているな。そのため、親ロシア派によるクリミア共和国のクリュチコフ市長補佐官は、クリミアとヘルソン州を結ぶ輸送ルートは他にもあり、このことで物流に重大な支障をきたすことはないと SNS に投稿するなど、このウクライナ軍の補給路遮断計画の効果は薄いとしていたってわけだね。しかしこれについてはイギリス国防省が、チョンハル橋が損傷したことで、ザポリージャ州やヘルソン州のドニプロ川東岸などの最前線へのクリミア半島からの補給が以前に比べて、1.5 倍以上の時間がかかっていると指摘する分析結果を公表したことで、ロシア軍の兵站補給にこのチョンハル橋が重要な役割を果たしていたことがわかり、サリド氏がチョンハル橋への攻撃について民間インフラに対する攻撃であるとしたことはフェイクであり、ロシア得意のプロパガンダであることが明らかになったぜ。またイギリス国防省からは、チョンハル橋が通行不能になったと判明するや否やチョンハル橋のそばに仮設橋が設置されていることが確認され、やはりロシア軍がこの橋を重要な補給ルートして重要視していたことがわかったな。今回ウクライナが橋の攻撃に使ったとされているのは、イギリスから供与された SCALPEG ストームシャドウと見られているよ。2023年5月11日、イギリスのベンゴレス国防省がストームシャドウをウクライナに提供することを公にして声明を発表し、この長距離巡航ミサイルの供与によって、ウクライナ国民を、民間インフラを意図的に標的とするロシアの残虐行為から守るために最も適した兵器であり、未だに侵略を続けて止めないロシア軍を、ウクライナ国土から追い出すことを可能とするだろうと語ったんだ。そして、同国防省はストームシャドウがすでにウクライナに引き渡されていることを明らかにし、航空機からの空中発射型であるこの巡航ミサイルが、ウクライナが運用しているミグ29などの旧ソ連製戦闘機などから発射できるように改修が進められたことにも言及したね。
このミサイルはイギリスとフランスが共同開発した空中発射型の巡航ミサイルで、ストームシャドウというのはイギリス軍における名称で、フランス軍では SCALPEG と呼ばれているんだって。航空機に搭載されて空中から発射することで最大 560km の射程を持つとされているが、輸出タイプのものは250組以上とダウングレードされていて、ウクライナに供与されているのはこの輸出タイプと見られているな。ミサイル本体は、直径 0.48 メートル全長 5.1 メートル重量 1230kg の大きさがあり、射程距離は 250km と異常とされ、ミサイルの誘導方式は中間誘導が INSGPSTERPROM などであり、目標近くでは終端誘導として赤外線画像シーカーにより目標に命中するぜ。ストームシャドウは敵のレーダーによる探知を回避するために、低空飛行しながらターボジェットエンジンによって 1000km 毎時マッハ0.8 の最大飛翔速度で目標に対して飛翔し、弾頭には成型作薬弾と鉄鋼榴弾を組み合わせた貫通力の非常に高い二重構造のタンデム HFAT 弾頭が搭載されていて、戦車の装甲を撃ち抜くのに使用されるほか、堅牢な建物を破壊するなどへの精密誘導攻撃に適しているとされているよ。インターネットや SNS などでは、橋が完全に破壊されておらず、中途半端で意味のない攻撃だったとする声が上げられているけど、今回の攻撃はウクライナ軍がいつでもクリミア半島の補給路を叩くことができると、南部戦線のロシア軍に見せつけたことで大きな意味があったと評価する声もあるみたい。ヘルソン州のドニプロ川東岸に展開しているロシア軍部隊は、ウクライナ軍の反転攻勢が作戦通りに進捗した場合、陸路でザポリージャ州やドネツク州に退却することができないために、退路はクリミア半島方面しかないんだ。そのクリミア半島に通じる幹線道路2本と鉄道路線2本をウクライナ軍がいつでも攻撃可能であることが示され、ヘルソン州にいるロシア軍兵士は退路を断たれる不安を感じていると考えられ、実際にウクライナ軍が接近してくれば不安からの動揺が激しくなり、昨年のハルキウ州で集隊を晒した階層が再び起こって戦線が一気に崩壊する可能性があるとの見方が広がっているね。昨年11月にヘルソン州のドニプロ川西岸の地域を放棄したように、ザポリージャ州内でのウクライナ軍の進撃状況によっては、現在占領下にある東岸地域も同じように放棄する可能性を指摘する声もあり、ロシア軍に疑心暗鬼を生じさせるには十分効果的な攻撃であったとの評価が出ているな。ヘルソン州を流れるドニプロ川ではカホフカ水力発電所ダムが破壊されて以来、カホフカ貯水池が干上がりつつあることが衛星画像から明らかになっていて、この貯水池から取水していた4つの運河への給水が止まっているというしね。その中にはクリミア半島に飲用水を提供している北クリミア運河も含まれ、このことによってクリミア半島が深刻な水不足に陥る可能性があり、ロシア側は別手段でクリミア半島に水を補給する必要に迫られていると見られているぜ。この先、ザポリージャ州に攻勢をかけているウクライナ軍がアゾフ海に達してヘルソン州に南下した場合、退路断たれる恐れがあるヘルソン州内のロシア軍はクリミア半島に撤退するより他なく、その時点で半島の東端とロシア本土を直接結ぶクリミア大橋を破壊されれば半島のロシア軍は孤立することになり、退却した兵士の増加によって水不足がさらに深刻となってウクライナに降伏するより他なくなると見られ、後先考えずにダムを破壊したロシア軍は、結果的に自らの首を絞めたことになる可能性があるってわけ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。